皆さんこんにちは、花です。ハロー8月下旬になりました。そう、もうすぐ9月、そして秋、9月といえばもうすぐ iPhone、 新しい iPhone の発売ですね。イエーイはい、今回はですね、その iPhone のお話をしたいと思います。こちら私 iPhone 13 mini、 こちらをメイン機として今普通に使ってるんですけど、今回私の iPhone メイン機をこの iPhone 13 mini からこちら iPhone 14 Pro Max に変えようという、そういうお話でございます。Hello はい、ということでこちらの iPhone 13 mini、 こちら、あ、やべあ、もういいや、モザイクでめんどくさい推しのシールを貼りっぱなしですねはい、岩沢さん剥がしましたけどはい、こちらの iPhone 13 mini なんですけど、私購入してもうこれ2年、ちょうど2年になるんですよ。一昨年の9月とかに買ったので、で、まあ、あのこちらの動画でですね、あのこの iPhone についてというか、このミニシリーズですね、いかに私がこの iPhone のミニシリーズ、今まで12 mini と13 mini っていう風に 2機種過去に出ましたけど、このミニシリーズっていうのが本当に好きで、それがいかに好きかっていう話をこちらの動画でもう以前ものすごい喋ってるんですけど、これがその iPhone、 この iPhone 買った時の動画なんで、ぜひまずちょっと一旦こっち、あのめんどくさいくても見てほしいんですけどでマジ私がこの iPhone、 マジで私がどんだけよく使い込んだかマジ見てほしいんだけど、はい、ちょっとこんな感じでわかるかな、これ。今ちょっとわかりやすいように指紋拭き取ったんだけど、この辺とかめっちゃ傷ついてるのわかります。私基本的にあの iPad も iPhone もそうなんだけど、保護ガラス、保護フィルム貼らない派になったんですね。で、買ってからこの iPhone 13 mini も一回もフィルム貼らずに、もうそのまんまの状態で使ってるんだけど、もうそれによって小傷から深い傷、割れてはないけどもうシャッっていう取れない傷がついちゃってるし、で背面の方もなんか私そんなバキバキ落とす人ではないんだけど、まあ、もうこの辺のカメラバンプのもう傷みたいなのもめっちゃすごいし、これはね、いつついたのかわかんないんだけど、謎のなんか落とし傷みたいなめっちゃあるし、構わずとにかくこれをなんか傷つけないように大事に扱おうっていうより、とにかく自分がしっかり使おうっていう方を優先してるから、もうで裸足、基本的には iPhone あのミニに関しては裸足がすごい好きなんで、あの保護のためにケースっていうのは基本つけないから、もうボンボン落とすし、このまま外に思いっきり持ってくし、このままお風呂にも入るしポケットの中にチャリの鍵と一緒にガサッて入れて、もう傷もつこうが何しようがなんか気にしないみたいなしてバンバン使ってるぐらいで、それを2年間もうがっつり使って、この傷でさえももう私が2年間使い込んだっていう証だと思ったら超愛おしいわけ。もうそれぐらいマジで本当超使い込んでるわけで、バッテリーの容量を見てほしいんだけど、はい、84% ですね。まあ、2年間で 84% はまあまあ使ってる方だよね。もう充電とかも私は何も節約とかしないで、ガンガンライトニング、まあ、あとマグセーフ、無線充電とかもバン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 、ボンボコボンボコするし。そう、大事に使ってるがゆえに、がっつり使うっていう、そういうスタイルなので、それがもうしっかりと出てる状態だと思うんですけど、はい、そのぐらい本気でもう超気に入って使ってたんだけど、いい意味でね、いい意味でよ。2年間この iPhone、本気でがっつり使ってきて、もうね、楽しみ尽くしって使い込みまくったところが正直あるわけよ。正直ちょっともう飽きたいや、飽きたは違くて、なんていうの、マンネリ、なんかもともとこの iPhone のすごい小さい感じ、ちっちゃくて可愛くて軽快な感じにめっちゃ惹かれて、超うわー最高って毎日感動しながら使って、その感動今もあるんだけど、とはいえさすがに2年がっつり使うと、その感動、そのちっちゃさとか警戒感っていうのがなんかもうすごい当たり前なものとして体に馴染んでくるんですよ。でそれに最近マジでさすがに iPhone もなんか今の iPhone ってすごい性能いい、とはいえ2年間ガッツガツに使うとやっぱりちょっと劣化的なところもしてくるなっていうのがあって、この iPhone mini もほんと最近はもうさっきのバッテリー容量が減ってるのもそうだけど、充電の減りがもうものすごい、買った当初よりさらにもうめっちゃ減るようになってきたし、充電が減った状態で特に使ってたりとかすると、もう本体の爆熱化が半端なくて、最近なんか謎に
普通に使っててカクつくことが結構あって、え、なんかもうこいつ限界来てねみたいなことが結構、まあ不具合ではないんだけど、やっぱそれなりに2年間分の劣化みたいなのがちょっとだけ、若干ね、ほんのちょっとだけ見え隠れするようになってきて、うわーなんか本当にもう、あ、使ったなっていう感じがちょっとあるんです、なんか私の中でちょっとなんとなく自分のなんか日常の中に新たな刺激として、この iPhone、 今使ってる自分の iPhone を変えるっていうのはどうなのかなってちょっと思うようになったんですよ、ふとそこで白羽の矢が立ったのがこちら iPhone 14 Pro Max ですね。はい、で、もともと私この iPhone 14 Pro Max は今持ってるこの iPhone 13 mini のサブ機として、サブ機兼、まあ、カメラ専用機、撮影写真撮ったり動画撮ったりするとき専用の iPhone っていう形で所持して実際に使ってます。この iPhone 14 Pro Max を買って、まあ、買った理由とか何とかとか言った動画もこちらにあるので、まあ、そちらの方もめんどくさいから一旦、めんどくさくても一旦見てほしいんだけどで、実際それで本当にサブ機としてこれ持って Vlog 撮りに行ったりとか、なんかここぞという時の写真撮影とか、まあ、こっちの13 mini がなんかちょっと充電ないとかなんかなってる時に、あの SNS 見たりとかいろいろそういう風に使ったりとかっていう風に実際活躍して使ってはいるんだけど、とはいえ日常的に頻繁に使うっていうのは正直ほとんどなくて、やっぱりで、これ買っても1年4ヶ月ぐらい経つんだけど、正直この iPhone 14 Pro Max の、まあ、機能、この機種にを自体をなんかすごい使いこなせてるっていうか、なんかほとんどこの特徴をまだ全然自分は使い慣れてないなってっていう、ちょっと自分でもったいないなって感じてるところはあって、でなんか Vlog 撮るとか、例えばゆずさんのツアーに私行ったりとかした時の Vlog、 旅行先の動画撮影っていうのは、まあ、トラベル Vlog っていう形でまとめて、まあ、いろいろ動画上げてるんでチャンネルからなんとなくそれはざっとでいいや、見てほしいんですけどそういう風な感じで、よし動画撮るぞ、 Vlog 撮るぞ、イエーイとか、家でこうやって YouTube 撮影するぞ、イエーイっていう時とかは本当にしっかり活躍するんだけど、例えば仕事で出勤しなきゃいけないとか、なんか友達と遊びに行く、別に Vlog 撮るわけじゃないけど出かけるとか、そういう時には全然持っていくことはないし、家でも基本的に13 mini がメインなんで、これで基本全てのことはやるので、まあ、ほとんどこっちの14 Pro Max は使わないし、もう家では基本的にもう本気で使わない時にはマグセーフに私つけて、でそのままもうその使う時期が来なきゃ何週間も置きっぱなしみたいなこともこれザラにあるんですよ。で私マジでこのミニシリーズがとにかく至高で、これが一番好きっていうのはあるんだけど、でもそれとまあほとんど同じぐらい、実はマックスサイズ、まああと今でいう現行でいうプラスサイズ、この 6.7 インチこのサイズも実は大好きなんですよ。うわでけーっていうのと、うわちっちゃーっていう、非日常っていうその非日常のサイズ感っていうのになんか感動するっていうのは、あのミニもマックスサイズプラスサイズも私の中では同じなんですね。真逆の存在ではあるけど、感動する度合いとしては、感動する存在っていうものにとしては共通するところがあって、だから極端にミニと極端なマックスっていうこの2つのサイズがすごい好きだから、まあ、両方持ってるっていうそういう状態なんですけどならばだったらメイン機交換すればいいじゃんっていうそういうことに思い至ったわけですよ。このミニで感じてたなんかもうすごい好きだけど、やっぱちょっとなんか慣れたな、マンネリしてるな、あとちょっといろいろなんか使ってる時に劣化から来る不具合があるなっていう、そういうなんかちっちゃい諸症状みたいなものをまあ脱却しつつ、せっかく買ったプロモデルなのにその特徴を体感しきれてないなっていう、そのちょっとなんだろう、不足感みたいなのを補うっていう、その2つの目的を交換することによって同時に解消できんじゃねっていう風に思って、うわマジで天才それにもう本当にマジであの14 Pro Max いい加減ちゃんと使いたいなってマジで思ったの。これもうまあまあ高かったし結構な値段するじゃないですか。20何万とかしたよ多分。でそれでね、ものすごい無理して36回払いで買って、今も残債返済している途中ですからなんで今回この14 Pro Max サブ機だった方をメインに入れ替えて、実際今度はこれを日常的に、まあ仕事に行くとか友達と会うとか動画撮影する時以外の時も常にこれをメインとして使うように使ってみて、だある種のなんか自分のなんか中に刺激とかマンネリ回避とかいろいろ理由はあるけど、ちょっと実験的な意味もあって、もしかしたらいやもう全然ダメプロマックス、やっぱりもう日常使いはもうミニじゃないと本当無理ってなる可能性も全然あるし、なんか今までミニでは体感できなかったなんか新しい iPhone 体験みたいなのが急になんかできるようになって
いやもはや今までなんでプロマックスにしなかったんだろう、いやもうこのサイズが最高ですってなる可能性も十分にあるじゃん。はたまた単純になんかまた1年半ぐらい使ってみて、なんかプロマックスのサイズ慣れてきた、飽きちゃった、だから刺激としてマンネリ打破のためにミニに戻りますとかいうことも、もうそういうことも往々にありえるし、なんかそれが一番ありえそうだよね。このミニの良さっていうのが新たに発見する機会になる可能性もあるし、今まで盲目にミニを愛し続けてたがゆえに他のサイズの良さに気づいてなかったっていうところがあるのかもねとか、いろんな気づきになりそうじゃん。せっかく iPhone2 個も持ってんだから、なんかそういうのも試したいなと思って、なんか楽しそうだなと思って、はい、そういうね、半年後1年後の自分がどうなるかっていう実験でもあります。ハロー。はい、ということで、まあ、今回そういう理由でメイン機を変えるっていうことなんだけど、まあ、ちょっと変える前に2年間使った総評をまとめますと、やっぱりこれが一番可愛くて一番いい機種です。それは変わらない。もうほんと総じて、だ今もう今回メイン機変えるけど、これがすごい使いづらいから変えるっていうから、本当に気分転換で変えるっていうぐらいで、これ自体は本当にマジで何の問題もないし、今でも現代の iPhone として全然使える iPhone です。なんで、まあとりあえず今回メイン機からの、まあ実質何降格にはなってしまうんだけど、私はこの iPhone 13 mini に関しては電動入りの iPhone にします。まあ、要するに永久所持ですね。私にとって永久的に所持する電動入りの iPhone です。もうメインキーとかサブキーとかそういう概念じゃなくて、この子は私の中で電動入りです。だから私はもう基本的に使わなくなった古い世代のデバイスっていうのはガンガンもう売って手放すタイプだけど、この子に関してはまあ売らないと思うし、本当にこの先どんだけテクノロジーが進んで新しい iPhone を手に入れて私の気が変わろうとも、これはもう残しておきたいなって思うし、実際2年経ってもう来月でこの Apple Care Plus これ入ってるんだけど、これがもう2年契約が切れるんですよ。でそれももちろん更新するし、また2年追加で延長して、でもさっき見せたらなんか画面がちょっと傷いってるとか、バッテリーがもう全然ないとか、そういうのもその Apple Care が何継続ができてるうちにどっかのタイミングで新しいのに交換してもらって、もう修理で延命していくし、サポートが、ね、続く限りは OS 入れるだけ入れて、まあ、なんとなく使っていきたいし、でね、まあ、7、8年で OS のサポートが切れ、でまた10年、15年ぐらい経ってセキュリティのサポートも入らなくなったとしたら、もうこれはコレクションとして身に置いておきますね多分。それぐらい本当に大好きです。素晴らしいミニシリーズ、 iPhone 触ってミニ素晴らしいです。ハロー。はい、そんな感じでメイン機の交換に至るっていう話をしたんですけど、まあせっかくなんでね、実際そのメイン機交換するための作業もついでにお見せしようかなって思います。現時点では私この iPhone 13 mini の方、私は基本的に SIM は Y モバイルをメインで契約していて、 Y モバイルのシェアプランシェアプランで20ギガぐらいのシェアプランに加入していて、でこのメインの iPhone 13 mini にシェアプランの物理の SIM を入れて、メインの電話番号とデータ通信をそれでやってます。でこのサブの iPhone 14 Pro Max の方には、LINE も加入して入ってます。でまとめると、Y モバイル物理メインで、 LINE も eSIM サブプラスY モバイル物理、そういう状態になってるわけ。これをそっくりそのまま逆にするのね。ものすごい混乱してるんだけど。はい、手順としてはまず一旦バックアップを取りましょう。はい、皆さん同じことやる人がいたら一緒にやりましょう。はい、じゃあまずバックアップを取りましょう。はい、私はもうこれ私は基本バックアップは iCloud 派なので、 iCloud バックアップをもう両方それぞれ取ってます。で今回 iPhone のデータも若干移行するんだけど、メインで使ってる iPhone 13 mini このデータがこっちに移ればそれだけで OK なんで、こっちの方にこの14 Pro Max のデータを13 mini に入れるっていうことはしません。だから要は13 mini のデータのクローンがそのままできれば OK っていう状態にデータはします。ただ SIM の入れ替え作業と eSIM の転送作業ってそういうことをやらなきゃいけないので、とはいえデータはそれぞれしっかりバックアップを取っておきましょう。はい、でバックアップはもう私さっき iCloud に上げてあるので取れました。はい、でまずそれぞれに一旦物理 SIM が今入ってる状態なんで、それをまず抜きましょう。はい、私の SIM ピンやらなんやら、使ってない SIM やらなんやら、いろいろ入ってるのがあるので、よいしょ、 SIM ピン用意。あー怖いなー、うまくいかなかったらどうしよう。まあ慣れたら全然難しい作業ではないと思うんだけど、なんかあった時困るじゃん。でなんか契約とか会社によってはさ、
なんかちゃんと事前に申し込んだりなんかお店に行ったりとかしない限り交換できない SIM とかもあったりするから、調べたところ Y モバイルと LINE もは私の今回の条件に関してはなんか特に何もしなくても自分でうまいことやれば OK っていう、これちょっと番号が分かんなくなる、これちょっとどっちがどっちか分かんないんじゃないとこっちがメインの SIM ね、ちょっとみんな覚えておいて、右にあんのがメインの Y モバイルね、私の一番大事な本ちゃんの電話番号これはこの後で最後に入れるので、それはちょっと一旦回しで、まず、iPhone 14 Pro Max の方に、サブで使ってた eSIM があるので、それを iPhone 13 mini に移す作業をしたいと思います。eSIM の転送っていうのがあるので、それを使ってみようと思います。私これ初めてやる。入れ替える方の iPhone のモバイル通信を入れ設定で、この iPhone でモバイル通信の設定を行うには別の iPhone から電話番号を転送します。電話番号をこの iPhone に転送するともう一方の iPhone では使用できなくなります。はい、私がやりたいことが即そのまま書いてますね。で、今別の iPhone から転送、ここになんか勝手に表示される電話番号、これがまさに私が今転送したい電話番号がちゃんと表示されているので、これを入れようと思います。で、もう一方の iPhone では使用できなくなります。はい、了解しました。はい、でしばらくするとこっちにもう一個、元の14 Pro の方には転送しちゃうけど OK 本当にいいのね、ファイナルアンサーって聞いてくるから、これを OK ってします。で、暗証番号を入れる、なんだっけな、アクティベート中ってなってます。1分ぐらいでネットワークに接続中っていう表示に変わりました。あ、完了になった。え、もうこんだけでできるのかな。で、電話番号が転送されました。正常に iPhone 13 mini に転送されました。この iPhone では使用することはできないので消去しても変えまいませんってなってます。今メッセージアプリ見たら、電源を入れ直し電話番号が表示されるかご確認ください、電話番号の確認が終わりましたら本メールは削除してくださいって書いてますね。これってどうなんだろう、基本的に SIM って、まあ、物理 SIM に関しては基本的に挿してその後にプロファイルをダウンロードするじゃないですか。で、プロファイルダウンロードしないとちゃんと動かないじゃないですか。で、eSIM の転送は今特にプロファイルを新しく入れるみたいなことやんなかったんですけど、この転送でプロファイルも一緒に入れられてんのかな。はい、電源入れ直したらついて、 LINE も Wi-Fi 切って、 Wi-Fi 切って LINE もの 4G、5G が今入ってます。なんか LINE もが発信テストに使えって言ってる番号があるので、それに入れてみます。11112です。ありがとうございます。こちらはソフトバンク開通テストセンターです。あ、なんかそんだけ言って切れちゃったんですけど、はい、まあ多分電話が今のテストでできたと思うので、できたっていうことにしましょう。多分、はい、eSIM はできました。次、サブの方完了させちゃいましょうか。eSIM は入ったんで、サブサブのサブの物理を入れましょう。はい、これで設定完了しましたね。LINE持ってやってる方の電話番号はちゃんと転送したやつになってるし、ワインワイルの方は物理の SIM の方になってて、どっちもオンになってます。で、音声回線の方は LINE もにちゃんとなってて、モバイルデータはワインモバイルになってます。で、これもちゃんとしっかり両方とも、データ表示されてて、デュアル SIM になってます。はい、サブの方完了しちゃいました。やったね。はい、で転送が完了したので、さっきのこの iPhone 14 Pro にもともと入ってた方の LINE モの eSIM は、使用することができないっていう風になってるので、これはもうこっちの方では必要ないので、プロファイルもろとも SIM は eSIM は削除してしまいます。いよいよメインの方の大事な大事なメインの電話番号の物理 SIM、 これでいいのかな。はい、 OK ね。で、プロファイルも特に入れる必要はないですね。何だったってそのサブの Y モバイルのサブの物理 SIM が過去にプロファイルとして入ってたので、多分もうそれが機能してるから、入れても今特に新たに入れる必要はないんじゃないのかなって感じです。はい、で番号の移動 SIM が無事に完了しましたので、次にこの iPhone 13 mini、 今までメインで使ってた iPhone 13 mini のデータに iPhone 14 Pro Max を移行したいと思います。もうさっきまでメインとして使ってた iPhone と同じ脳みそにしてあげないといけないので、それをやります。はい、今までこの iPhone 14 Pro Max の方にも、まあ、確か買った時はこのメインの13 mini のデータをそのまま入れて、ちょっとこのサブ機仕様になんかアプリ消したり追加したりとかしてたぐらいで、特に大事なデータは入ってないんですけど、まあ、一応バックアップは取ってあるので、まあ、この方こっちの方は今も完全に消してしまおうと思います。消してしまってさらの状態にして13 mini のデータを入れようと思います。いやー難しいね、メイン機の入れ替えって。難しいっていうか、すごいめんどくさいわ
まあでもね、 iPhone、 これも iPhone 同士だからまだ簡単になってると思います。これが全然 別機種とかだったらもっとむずいかもしれないけど。はい、来た、こんにちは。ふうな、この壁紙の色合いすっげー久々に見た嬉しい、なんか新しいの買った気分で。はい、じゃあ基本のセットアップをここで進めていくんですが、よっしゃー、あ、嬉しい、なんか新機種買ってないのにこれできるの超嬉しいうわー、でもなんか今こうやって持ってても13ミニのサイズ感ってやっぱいいなー。いやー、なんか自分で決めたこととはいえ寂しくなるな、なんかしないけどだってさ、もしさ、またさ、例えば今回なんか半年とか1年とかメイン機にしてみていろいろ考えるとか言ってるけど、もしさ、例えばさ1週間使ってみてその時点でもうこのサイズギブ、やっぱり13ミリに戻るとかいう可能性あるじゃん。そしたら今やったこのめんどくさい作業をもう一回やんなきゃいけないわけじゃんいやそれもな、いやなんか軽い気持ちで割とやってるけど、はい、これで移行が完了したので私のメイン機に iPhone 14 Pro Max をして実際に使っていきたいと思います。はい、まあ、実際にね使ってどんな感じに思ったかっていう感想はまた後々、まあ、何週間わかんない、何ヶ月か半年かわかんないけど、まあ、とりあえず感想みたいなのはどっかでまた追ってデビューしたいと思います。次はねケースとか、せっかくだからさ、このなんかいろいろ見た目変えれるケースとかも探っていきたいなとは今は思っております。ハローはい、ということで最後にですね、はい、まあ今回メイン機を入れ替えるっていうことだったんだけど、まあ実際2年とか1年半とか、まあ iPhone2 台持ちっていうか、まあメインとサブで使い分けるっていうのをやってみて、まあ思ったこととして、まあ私個人としては私自身の使い方がすげえ下手くそっていうのもあるんだけどやっぱりね、2台持ちをしてたとしてもどっちか片っぽには絶対寄っちゃうなっていうのは実際2台持ちをして私が行き着いた結論として今ありますね。すごい、 iPad も Mac もで今回の iPhone もそうだけど、割とそれぞれのカテゴリー、あと AirPods とかも AirPods Pro と Max とかね、それぞれのカテゴリーで複数台持ちっていうのはやったことあるけど、やっぱり結局一番使うモデルはこれっていうのが絶対出てくるじゃないですか、どうしても。で出てきてそればっかりに偏っちゃって、でもう一個の片方のモデルはどうしても使わないみたいなのがやっぱり発生するんですよ。で特に iPhone に関してはもう現代人としてやっぱり何をメイン機にするとはいえ絶対一番よく使うツールじゃないですか、 iPhone っていうのは。だからやっぱりそれがすごい顕著に出やすいなっていうふうに思ってて、特に iPhone に関してはその LINE とか Suica とかなんかのチケットアプリとか、さっきも交換したけど固定の電話番号とか、普通の端末に同じ情報は入れられないよっていう、そういう制約があるものも多いから、特にやっぱ複数台持ちしてても1個だけに偏りがちだなっていうのはすごい思ってますね。だから決して私の、結論として複数台持ち反対とかそういうことが言いたいわけでもないし、複数台持ちは多分全然今後もするだろうし、まあもちろん複数台持ってる方が便利なことも全然あるけど、でも私の場合はなんかそういうなんかどっちかに偏っちゃうのが出やすいなっていうのを今発見として今気づいたっていう、そういう話でした。でもね、なんだかんだいろいろあるけど、こうやってさいろんなタイプをすごいなんか探してなんかこれ中心に使ってみるとか、こっちメインで使ってみるとか、いろいろそうやって試してみるのってすごい楽しくないこれがすごいガジェットのすごい楽しいところなんて、私がすごいそこが思うところなんだけど、実際 iPad の時も私そうだったんですよ。最初に iPad Pro の11インチから始めて、その後 12.9 インチをメインで使ってみて、でその後ミニをまあよく使う端末にやってみて、で11とミニとか 12.9 とミニとか、そういう風にやってみたりとか、いろいろ試した中で私は11インチ1枚を作業用としては持つ、それが一番ベストっていう風に気づいたっていう、そういうのがあったんですけど、まあその結論で私は今すごい気に入ってるし、かつその結論に行き着くまでにいろいろとか引っかい試してた時期っていうのはすごい楽しかったし、他のそのサイズ、他の種類、他の機種のいいとことかをいっぱい知った上で今の自分の結論ってなってるから、すごい体験としてものすごい熱い感じがしてて、めっちゃ私は楽しいんだけどだそうやってその時々とか自分の気分とか状況に合わせてなんかいろいろ選べるっていうのがアップルのいいところだと思いません？なんかラインナップがすごいたくさんあるがゆえに、どれが一番自分に合ってんだかわかんねえよとか、なんかラインナップが複雑すぎてもうわけがないみたいなこともあるけど、それ分逆に言えば
選び放題ってことじゃん選び放題だし組み合わせは無限大みたいな感じじゃん。そうやってなんか自分が好きなのを選べるっていうのがアップルのいいとこだと思うし、私がアップルの好きなとこってまさにそれなんですよ。なんか絶対自分に合った形っていうのが絶対何かしら見つかるっていう風にできてるところがなんかすごい好きなところなんですよね、はい、なんで今回のこの iPhone メイン機変更大作戦っていうのも、まあ、それを楽しみたいっていうのが実は根本にあるっていう、そういう話でございました。はい、綺麗にまとまりましたね、はい、皆さんは何の iPhone お使いですか。そして過去に使っててよかったなっていう機種とか、次の iPhone 買いますとか、実はあの機種を今狙ってるんですとか、この機種どう思うとかね、そういう話をぜひコメントしてね。はい、私のコメント返すので、はい、ということで以上、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。Days go by, but the nights go slow. Ride the high, just to fight the low. Said I'm fine, but I'm just so so. Days go by, but the nights go slow. Ride the high, just to fight the low. No one should, but